じゃあ、いろいろ一つ一つ見ていきましょうか。はい。では、じゃあまず第一問。好きな食べ物、フルーツサンド。かわいい。かわいいです。すごくかわいいです。フルーツサンドハマってるんですか？フルーツサンドなんかすごい好きで。フルーツサンドって、なんかサンドイッチみたいな形式で、フルーツとクリームとか入ってるんですか？そう。ショートケーキではない、あくまでもサンドイッチのやつ。フルーツ何が入ってるといいみたいなのあるんですか？でも、やっぱスタンダードで、いちごが好き。いちご。ショートケーキよりいちごのフルーツサンドの方が好きかも。へぇー。それがいちごオンリーなんですか？うん、いちごオンリーが好きだね。なんか季節のなんかとか結構あるけど。まあそうですね。いろんなの。それよりは、最終的にはやっぱり、いちごにしとけばよかったって思う。そうなんですね。やっぱじゃあ全然ショートケーキを食べてる感覚とは、フルーツサンドだと。違うよね。何？俺多分生涯でフルーツサンドを食べたことがね、もう5回ないかもしれない。嘘でしょ？いや、私多分1回もないかもしれないです。食べたことはあるでしょ。だってゆみちゃん、いちご好きでしょ？いちご好き。いちご好きだと言ってるんですけど、ショートケーキはむしろ結構食べるんですよ。ないの？ないです。フルーツサンドない？なんかこう。人生で？なんで私が言うこと全部疑うの？ミーはフルーツサンド食べたことない。ミーはないよ。ミーはサンドイッチはご飯系しかないよ。ないんです。そうなんだ。そうなんです。見かけるけど、手に取ったりしないってこと？そうなんですよ。へぇ、なかなかちょっと自分でこう食べようって思う機会がなくて。でも、あんまりっていう人も確かにいるし。でも今の伺うとちょっと気になりました。ぜひ。じゃあ、ちょっとこう、甘ったるいっていうよりかは、少し、ショートケーキよりは、あれですか、サンドイッチっていうか、フルーツサンドの方が。まあ、そうだね。ショートケーキは、ケーキの部分がケーキだもんね。あれケーキだもんね。あれも甘いもんね。でも、パンはパンだから。それはある種の、なんだろうな、罪悪感的なものが薄れるみたいな。あ、罪悪感とかそんなものはない。そもそもない。はい、その次元じゃない。食べたい。その季節になると、あ、来たねっていう。なるほど。ちょっと注目してみよう。ゆみちゃん体験してみてください。みーも体験します。